ジョブ、クロスビーエースということで、クロスビーエースのお時間がやってきましたけど、佐々木智也成長日記、どこまで成長していけるかっていうところでですね、今日も公開試合、頑張っていきたいと思います。家ではね、ひっそりやり続けてるんですけど、打つのが難しいですね。なんかそう簡単に打てないけど、打つやつ来たらめちゃくちゃ打たれるし、接戦で勝てなきゃいけないっていうところは苦しいですね。その割にメンツがヘボいっていうのも苦しいというところでやっていきたいと思います。今日も今やっとシルバーランク5まで来た。このゲームを解説は里崎智也さん。早くセンターが欲しい。俺のセンターはいつまで秋山の B なんやっていう。さあ相手のピッチャーは山岡。はい、2球目は何で来るか。ストレートに反応できるようにならへんけど。めっちゃ曲がるし。めっちゃ曲がる。縦カットとか聞いたことないけどね、俺野球やってて。縦カットなんて投げてるやつインドから小さい。しかも縦カットって何なの？カットちゃうよ。はぁ、あ、ボール球振った。何でも振るな俺。何でも振っちゃう、ほんと。しかもこいつ何でも投げる。張り字読みづらい、よくわかんない。ホームラン、しっかり打ちました。何でも振るからね。当たったら打つよ、当たったら打つ。読みがもう読みで打つしかない。はっ、何でも振る。やっぱりもう打たれへんかと思った。ホームラン打っちゃったよ。ファブラファール、何でも振る。でもストライクね、今も。縦スラ D カーブめっちゃあるやん、九州。まあでもホームラン打つからで、ね、先制しましたよ。この1点を守りきろう、虎の子のツーシームの出し入れや。インローにツーシーム出し入れ、振ってくれへんかな。と見せかけてチェンジアップで緩急、ファールで。はい、ファーストゴロいいよ、緩急ついてる。これでリード良くなれへんね。もう遅いね、今俺引退してるから。さあ、インコースからまたツーシームを入れていこう。いいね、いいね、いいコントロールしてる。今度は低めと見せかけて高め。フライ外、緩急引っ掛けろ。ウィー、オッケー。いいよ、今日のリード割いてるよ。やりたいようにできてるよ。はい、中心今度は高めと見せかけてボール、おい、三者問題。さあ、どの先行っちゃいな。はぁ、反応できん。パーソルついていってんし、続けるの。見えてるのか手が出ないのか分かんないけど。はい、ツーベース、甘く入ったところ打った。今日いけて合わせてるね。よし、思いってほしい。邪魔なるやん、このスライダー。第一、進塁打打たんと、本当。出た、B の秋山でも頑張る俺。早くセンターが欲しい。なめられてんぞ、B やからって。打て。おお、見えてるよ。はい、見えてるよ。さあ、スリーツー。縦カット聞いたことない、縦カット。これが7球目。はい、おお、ストライク。審判広いな今日。ボールやろ。ああ、ストレート超振り遅れてるし、もう変化球見すぎた。目がついていけへん。はあ、もう簡単に追い込まれた。
言っとこう。おい、タイムリーホームランじゃないけど、打った瞬間行ったと思ったけど、ストレートタイミング合わなくて変化球ドンピちゃう。野球でもよくある、そういうの。キャッチボールだ。よくあるね。まっすぐ全然タイミング合ってないのに変化球投げたってドンピシャって打たれるっていうね。よく野球でもよくあります。さあ2点取ったよ。ツーシームと見せかけてストレートで簡単に打たれる。簡単に勝たせてくれへんな。こういうのも野球ある。9回スルッといけばいいのになかなかいかへん。よしスライダー、今日あんま投げてないからね。でいいわし、いいよいいよ。チェンジアップで低くさせよう。インコース行くと見せかけていかへん戦法や。ここはでもう一回行く。ボール球、あーギリギリ入った。いいね。さあインハイ勝負や。詰まれ。はい、おおー、ビード秋山ナイスプレー。スライディングキャッチ見せるね。B でも守備やるな。でもホームラン打たれたかと思ったけど、盗塁、盗塁された。ここはもうほっとこう、2点あるから。そう、ツーシームらしいで、ね、2投げ分け振れへんな。いいね、いいね。クルーズも打っちゃうか。よし、関係で引っ掛けろ。ふい、あ、ファウルか。サインロープ、ビシッと。オッケー、詰まらした。緩急生きてる。よし、2アウト。あと1人よ。カーブで打ってくれたら。なんかインコース待ってる気がするな、この人。怖いよ。アウトコース中心に行こう。いいコースでしたけどね。打ってけ。絶対インコースも来るか。ほら、回ってる。で、ここで最後インコースにちょっとボール球投げたら何でも踏んちゃう。ほら、打った。はい、勝ちましたー。完璧。で、打つのも完璧。完璧っていうか、たまたまだけど、リード完璧。リード良くなってきたんちゃう？ね、なんかこう配球良くなるんちゃう？野球やってたら。あとこれ言いたいですね、プロスピー多分実戦と同じ配球したら多分勝てないんですよ。だからプロスピー用の配球しなきゃいけないんですけど、相手が何読んでるとか相手が何考えてるっていうのを考えながらリードするとプロ野球選手のリードとやってること多分一緒なんで、難しさ分かると思うんですよね。山張ってるとか、これ甘めから曲げてとか曲がり幅変えてとかっていうのも野球でも、だからスライダーとカーブで緩急、変化球の中で緩急つけたりとか、もちろんストレートと変化球で緩急つけたりとか、もしくはストレートとカットシュートでちょっとの芯外すのさせたりとかって実際の野球のリードでもやるんですよね。でそれをプロスピードの中でもやるじゃないですか。だからこれをやってるとリードの難しさとかめっちゃわかると思うんですよ。でそうなってくると簡単に野球のリードを批判できないですよね。あとは打つのにしても、俺とかはもう何来ても打てないから、野球と一緒だね。もうなんかもうまっすぐ待って変化球とかそんなもんなかなか対応できないから、もう野球と一緒で山張るしかないね。山張って当たったら打つみたいな。だからなんか野球と考え方よく似てんなっていう。でしかもなんかよくこのピッチャー打たれへんわとかね、いいピッチャーだと曲がりがいいって、でなんか悪いピッチャーだとピッチャーコントロール悪いとか言うじゃないですか。ゲームやってる皆さん実践でもあるからね。言った通り投げへんとか、コントロール甘いとか、もっと厳しくやろうとか、なんでそこで逆球やねんとか、なんでそこで嫉妬やねんって、そんなもう野球でもあるからね。ゲーム、プロスピでもよくあるでしょ。はぁはぁ、甘い、もっとコース構えてたやんで、構えてるとこちゃんと投げて落ちるとかあるでしょ。そういうのもね、リアルと一緒。だからそういうのやってると、プロのキャッチャーの大変さが多分よくわかると思うんですよ。そんな毎回毎回コース投げてくれるわけじゃないじゃないですか。でしかもコントロール悪いやつだったら、カーソルギリギリにやっても、ボールになったり甘めにやらなきゃいけなかったらそれを打たれたりするじゃないですか。これねリアルと一緒で、こういうのをねやっていってプロ野球見てるとまた面白いかもなんですよ。っていうところで、じゃあ最後ガチャしよう。今日のガチャはね、報酬でもらった 10%S
だから 10% で S 当たったらすごいですよね。これで S が当たるかどうかを見ながら今日はお別れです。さあ 10% の運があるのか。よっしゃ。